マレナです。ハワイからアロハです。今日はワイキキは日曜日です。でもう海とか公園は普通に行っていいので結構人がいっぱいいました。でワイキキの街ですが、結構街自体はそんな人はいないですけれども、普通に学生さんとかグループで歩いたりしています。車もほら見て、ちゃんとマスクし、あら、取ってました。マスクしてません。してませんけど、してます。暑いね、暑いけどね。さあ今ね、これ缶コーヒーで、サンドイッチ食べたかったんだけど、なんかちょっと種類がなかったので、違うところに今、そう、買いに行こうかなと思って歩いているところです。はい、暑いですね。もう12時過ぎてるしね。でね、結構メインランドの方からツーリストが来てるみたいで、ちょっとにぎわい始めているハワイです。で、はい、ここはね、ABC はもうずっとやっててくれてました。偉いです。助かりましたよね、ABC やっててね、本当にね。それで、そうそう、今、いい感じだよね、これね。いい感じ、なんかハワイって感じだよ。ハワイです、ハワイに来ました。ワイキキみたいな。違います、住んでるんです。そして、今から、あ、どう、こん中通っていく、うん、じゃあこん中通ろう。今からそのサンドイッチ、おいしいのを食べたいと思っていて、目的の場所に行こうと思っているんですが、ちょっと映しますね。後ろの方がロイヤルハワイアンセンターの方が向こうの方にあって、で今はここです。はい、インターナショナルマーケットプレイス。ここの中はやってないんですよね、お店はね。お店自体はやってないんですけども、ちょっと光がなくなって暗くなっちゃうかもしれませんが、ここを通って行ってみたいと思います。暗くなっちゃうよね、みんなマスクしてます。マスクしてなくてすみません。でもね、ちゃんとここはね、やってないんですよ。やってないけれども、ちゃんと音楽がかかってたりとか、なんかそれをちゃんと保ちつつの、なんていうのかな、まだお店は開いてない。でも来週、そう、電気もついてたりしてね。で、なんか保ってるの、そういうのを、ほらほら見て。こういう感じで。イエーイ。あとでここで写真撮んなきゃな、かわいい。入っちゃった。そう、いつも人いっぱいだからね。ねえ、でもね、早くみんな来てくださいってみんな思ってますよ。ほら、ね、そう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 。あ、すごい綺麗に映るの、ここ嬉しい。ほら、すごい綺麗だね。ちょっとここでやめようかな。ちょっと中断していい？そんなのダメかしら。あとでサンドイッチ買ったらまたね、オンにしましょうかね。あ、でもせっかくだからここも綺麗よ。見て、ほら、光が柔らかく入って、今日ほらいいお天気なんですよ。ほら、あら、いい感じ。ね、音楽かかってるのよ。本当にやってるみたいなんだけれども、まだまだ。でもね、来週からはもう、開くんですよね。そう、楽しみですね。お店オープンですよ。ね、綺麗だね。キラキラとオープンしています。綺麗だな。綺麗です。あ、いい光ですね。ここ涼しいですね。今日この時間に外歩いてるとちょっと暑いですけど、ここ涼しい風が吹いてます。ね、すっごいいつも満員なんだもんね、ここね。日曜日なんて歩けない感じですよね。そうだけど、もうすぐだねって言ってますね、みんなね。そうそう。でもここは三つ輪っていうね、マーケットがあって、日本食が売ってたりして、そこはずっと空いててくれましたので結構助かりました。うん、あ、でも早くみんなが帰ってこれるといいな。ねえ、
本当そう思うわ。あ、綺麗綺麗。あそこも綺麗よ。何もやってないけど。あ、ちょっとあそこ見せてあげましょうね。入っちゃダメよってなってるね。入らないでねってなっていますが、よ、ここね、みんなでほらフラ踊ったりするところです。イベントやったりするとこ綺麗です。ほら見て、あ、キラキラ、空気が綺麗になってキラキラになりましたね。本当に綺麗、すごい綺麗なんですよ。でもね、いつもは本当にね、観光客いっぱいだとね、そうはいかないっていうね。キラキラだね、本当に今ね、キラキラです。はあ、感じですね。でもこうやってさ、全部閉まっちゃって板張ってあるホテルとかもあるんだけれども、こうやって開いてて通らせてくれるだけでもすごい嬉しいなと思うし、開けてるだけでも大変なんじゃないかなと思うんですけど、うん、嬉しいです。お気に入りのお店が早くオープンしてくれたら嬉しいな。これ好きなんです。これこの服が可愛くて、これの白が欲しいんですよ。大好きな。でも黄色かわいいな。あるよ、そこお店。そうです。お店が開いたらいろいろお店に来られるだけでもすごく嬉しいなと思います。お店来ないとね、なんかね、あのね、なんかね、気持ちがおかしくなっちゃうんですよ。お店があるからワイキキね、楽しいの。大きい声言えないけど。ということで。でこちらからずっと行くと、クヒオ通りの方に出ますね。みんなね、マスクしています。私はしてない、ごめんなさい。持ってるよ、ちゃんと。あの、一人あんまりいないからしてなくても大丈夫です。ね、綺麗なんだよね、向こう側。景色が見えるのかな。あ、見えない。ちょっと見えるかな。あ、見えないね。見えなかった。念です。ということでね、今どこに行こうかっていうの、ファイヤーフィッシュマーケットっていうところに行こうと思っているんですよ。うん、懐かしいとこなんです。あれ？どっか行っちゃった。あの、そうそう、懐かしくて、私たち最初マウイに住んでたじゃないですか。だからマウイの、ファイヤーフィッシュマーケットね、騎兵にあったりして、もうすごい混んでるところで、で私は結構大好きだったんですけど、あのね、ハードル高いんですね。英語できなかったんで、今もできないですけど、あのちょっとあの、ね、大変だったんですよ。あの、注文の仕方がすごくややこしくて、なんか簡単じゃなくって、すごくね、行くのがすごくハードル高いところだったのを覚えて、
ということで、さっきねちょっとアプリの具合が悪くなってしまったので再び登場しております。ね、さっきパイやフィッシュマーケットで注文しまして、今作ってもらっていて、待っている間また戻ってきて今撮っているところなんです。もうねめっちゃ楽しい、そうこんな楽しい日はないなって思います。なんだか知らないけどすごくやっぱりねこのハワイアンミュージックもう最高ですね。そしてね後ろを見ちゃうけど、こうやってさヤシの木とかがあったりして、でさいつも本当に混んでるんですよ。ここ混んでて歩けないところをこんな風にゆったりなんかね、なんかもうパラダイスだけどね、座っちゃいけないの。今ね座ってる人とかいるんだけど、もう座らせてって感じだよね。でもね座っちゃいけないのね。で今またね戻ってって、もうそろそろできたかなと思うんですけども、今日結構ね混んでましたね。たくさん電話がかかってて、そうそうあそこねほら座って食べてる人いいんだよね、座ったっていいと思う。だけどダメなの、一応ね座らないでくださいってなってました。早くねそういう風に食べられるようになるといいなと思います。うん、なんか久しぶりに今日すっきりです。昨日ねレッスンしてねどうだったっていう動画もまた撮ってないんですけれども、いろんなことがあったんですよ。でちょっと具合悪かったりしたん で今日はもう絶対に動画も上げるのをやめようとか思ってたんですけれども、なんかね外に出てきたらすごく気持ちよくて、やっぱりね大事ですよね。お家にだけこもってるってやっぱりすごくなんていうんですか、なんていうのかな、スペースのあるお家はいいんですけど、やっぱりそうじゃない中で、過ごすっていうのは結構大変かなというふうに思いました。でもまだ帰ってこないからどうしようかな、うん、もうちょっと喋ってていいのかな、でももういいのかな、来たのかな、なんだかどうしていいのかがわからないので、もうちょっと喋ろうかなと思いますが、はい、時間かかってるのかとは思います。うん、心地よすぎて帰るのが嫌だみたいな、また帰りたくないようになってますか。だってねすごく楽しいんですよ、この音楽がもうね、やっぱりここに来ると本当にこういうハワイアンのフラが踊りたいなってすごく思います。なんかちょっと私もなんかやっぱりハワイだからなんかちょっと急にね思いました。なんかやり方を変えようかなとかちょっと思っちゃいますね。なんかねのんびりと普通のことをやりたいって実はなんか来ます、こういう中にいると。だから今年は変化の年ですね。どんな私になっていくのかな、ちょっと楽しみだと思います。はい、で引き続き、次の日曜日もレッスンがあります。もう昨日は、何人だったかな、12名だったかな、参加いただいて、もう経験者さんだったのもあるんですけど、皆さんが踊ってる姿を見ていると、本当に綺麗に揃って、ね、だってそれぞれ自分の感情を出してくださいって言って踊って、テンポも合わせなくていいのよって言ってるのにぴったり合うんですよ。素晴らしいですよねっていうの、本当素敵だったので、ちょっとまとめてそういうことの感想はまた伝えていきたいと思います。では待ってると思うので行きます。でははい。